Paris, Texas. テキサスの荒野をさまよう一人の男。水を求めガソリンスタンドに入り、氷を口に含むと気絶してしまいます。どうやらこの男は記憶を失っており、男の持ち物を手がかりに連絡を受け、ロスから駆けつけたウォルトが目にしたのは、4年前に失踪した兄、トラビスだったのでした。弟の住むロスの自宅に着くと、そこにはトラビスの息子、ハンターがおり、最初こそは心を開かなかったハンターでしたが、次第に親子の距離が縮まっていくのでした。少しずつ記憶を取り戻したトラビスは、息子と共に行方がわからない妻のジェーンを探す旅に出るのですが、パリ、テキサス。フランスのパリではなく、アメリカのテキサス州、パリという辺境の土地。トラビスが荒野をさまよっていたのは、テキサス州パリの荒野に所有しているという土地に向かおうとしていたようで、そこは、両親が初めて愛を交わし、トラビスが生を受けた地だというのです。その土地で家族3人で暮らす夢を持っていたようですけど、なぜか家族はバラバラになってしまっている。バラバラになったピースをつなぎ合わせるかのように、父親と息子が再会し、そして、最後のピース、妻を探す旅に出るわけです。ウェンダースといえば、ロードムービー。ロードムービーといえば、ウェンダース。テキサスからロスアンゼルス、さらにヒューストンへと続く旅路は、荒野をさまよっていた男の心の内面への旅路でもあります。そして、ついに妻との再会。そこは、なんと、覗き部屋。そこで働く妻、ジェーンが逆になりすました夫トラビスとマジックミラー越しに対峙する。トラビスはマジックミラー越しにジェーンの姿が見えますが、彼女の方からはトラビスの姿が見えない。電話越しにジェーンが語りかけ、トラビスがそれに答える。まるで、それまで断絶された二人の関係性を表しているかのようです。他愛のない会話からトラビスは、ある男と女の物語を語り出します。このシチュエーション、よく考えついたものです。よっぽどここに通い詰めたんでしょうか。マジックミラー越しに愛を語るこのシーンは、映画史上屈指のラブシーンとも言えます。そして、映画の空気が一気に変わった、ナスターシャ・キンスキーの存在感。その美しさに、思わずため息が出ます。ずっと砂漠やおっさんの顔ばかりだったから、なおさらです。パリ・テキサスといえば、ショッキングピンクのナスターシャ・キンスキーが脳裏から離れません。最後のピースが合わさり、これで家族一緒に幸せに、かと思いきや、初めて見たとき、トラビスの決断に疑問を抱いていました。2回目に見たときも、3回目の今回、彼の気持ちが、なんとなくわかったような気がします。脚本を担当したサム・シェパード曰く、壊れてしまったのは、3人の関係ではなく、彼自身の中にある。だから彼は、それを一人で見つめなくてはならない。皆さんはどう感じましたでしょうか。 Der Himmel über Berlin。 守護天使として世界を見守るダミエルは、人々の心の声を聞き、彼らの苦悩に寄り添っていました。ある日、孤独を抱えたサーカスのブランコ乗り、マリオンに出会い、彼女に恋をしたダミエルは、親友カシエルに、永遠の生命を放棄し、人間になりたいと打ち明け、天界から人間の世界に降りることを決意します。1980年代後半から日本で起こったミニシアターブームと相まって、ロングランヒットとなった本作。この作品で、ウェンダースの名を日本に知らしめることになりました。ハリウッドでもシティ・オブ・エンジェルとしてリメイクされています。ベルリンの壁崩壊前の東西に分断されたベルリンを舞台に、ウェンダースが私の好きな場所を寄せ集めた映画と語る作品。天使の世界を映し出したモノクロームの映像。人間の世界を映し出した華やいだカラーの映像。後にノーベル賞作家となるペーター・ハントケによる詩的なセリフが散文的に紡がれます。リリエンタール通りで男が歩みを緩め、振り向いて虚無を見た。いかに生きるかということは、いかに考えることなのでは。天使が人々の心の声を聞く中で、その心の声一つ一つにそれぞれの人生がある。悲しみや苦しみこそあれど、その人生は
天使から見たモノクロの世界ではなく、ぬくもりを感じ取れる彩られた世界。だから天使は、この世界に憧れた。私たちも生きていく中で、落ち込み、立ち直れそうにもない時に、理由もなく、元気になる時がある。もしかしたら、天使が肩を抱いてくれていたのかもしれません。In weiter Ferne, so nah. 親友ダミエルを人間世界に見送って、天使カシエルは一人、下界を見下ろしていました。ベルリンの壁は崩壊し、ドイツは東西統一が図られ、人々の思いは複雑に入り混じります。いつしかカシエルも、ダミエルと同じように人間になりたいと思い始めます。そんなある日、カシエルは、バルコニーから誤って転落した少女を救ったことで、望み通り人間になることができたのでした。早速ピザ屋を営むダミエルを訪ね、新たな世界に希望を抱くカシエルだったのですが、ベルリン天使の歌の続編として作られた本作は、前作と同じように、天使の世界はモノクロ、現実の世界はカラーに色分けされ、美しい視聴映像を映し出しています。前作と大きく変わったのは、ベルリンの壁崩壊、東西ドイツ統一。このきっかけを作った旧ソ連大統領のゴルバチョフ本人まで出演させたのにはびっくりです。天使カシエルが少女を救った瞬間、モノクロからカラーの世界に一変し、守護天使ラファエラがカシエルをそっと見守る一方、堕天使が現れ、人間界に降り立った元天使の、かぐわしくない行く末を予言します。カシエルは人間界の時の流れの速さについていけなくなってしまい、気づけば人間の悪行に手を染めてしまいます。人間界で生きづらさを感じていたミカエルが、ある老人と出くわします。老人は、ミカエルとは初対面なのに、長い付き合いだとつぶやき、死ぬ前には、生涯を思い出さねばならぬ。私の物語を語ってくれ。そしてミカエルは、老人と肩を並べ、彼の幼少期からの思い出を語り始める。語り始めると、カラーからモノクロ世界に変わり、いつの間にか守護天使のラファエラがそばに座り、微笑みながら二人を見守る。肩を抱きながら苦悩する人間に寄り添う天使のように、過去の思い出が走馬灯のように蘇るとき。やはり、天使が寄り添ってくれているのでしょうか。Buena Vista Social Club。 キューバ音楽に魅了されたビム・ベンダースが、現地キューバに渡って撮られた音楽ドキュメンタリー。パリ・テキサスの音楽を担当したライ・クーダーがキューバ音楽の巨人たちと作り上げたアルバム「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」は大ヒットを記録し、1997年グラミー賞を受賞。ベンダースはキューバを再訪するライ・クーダーの旅に同行し、クラブのメンバーとの交流を記録します。メンバー一人一人の生い立ちが語られる中、リハーサル、コンサート風景、そして普段私たちが目にすることの少ないキューバの日常が映し出されます。そこで語られるのは、一人のローミュージシャンの歴史だけではなく、キューバが歩んだ激動の歴史も見えてきます。一人のローミュージシャンが鼻歌混じりに歌いながら街を歩く。すると、知らないおばさんが一緒に歌いながらついてくる。周囲の人々はニコニコしながら、その光景を見守る。決して豊かな国とは言えませんが、音楽を通して生き生きとした生活を目の当たりにします。彼らが奏でるキューバ音楽は、ラテン、ジャズ、ブルース、ボサノバと様々なジャンルが融合しており、日本のムード歌謡を思わすような懐かしい雰囲気も漂わせています。インタビュー、リハーサル、コンサート風景、そしてキューバの風景をベンダースは巧みに構成して、誠に満ち溢れたドキュメンタリーに仕上げています。いかがだったでしょうか？よろしければ、この動画に対するご感想をいただけると嬉しいです。また、動画にご満足いただけましたら、チャンネル登録、高評価。まだまだと感じましたら、低評価も、どうぞよろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。